最強は誰だ。試されるのは二人の絆。今宵エビ中最強タッグ選手権開幕。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。始まりました、エビ中タスタス。はい、今年の夏こそはハワイに行きたい松野が2着を務めさせていただきます。はい、ですね、勝手に行ってくださいね。本日はリファ有明にあるプロレスリングノアの練習場にお邪魔しています。すごいな、リングもね、本格的なリングもあるし、こんな近くで見たの初めてですね。大きいんですね。ってことは今日プロレスやるってことですか、これは。何をやるのか何も聞いてないんですけど。聞いてないの、はい、プロレス怖いよ。あと周永さんがね、いないんですよ。本当だ、確かに、ね、どこ行ったんですかね。あれ、何これ、何この音楽。誰が来た、誰だあれ。なんか来たよ、お腹叩いて。すいません、すいません、いや、なんもないですよ、ここ。あの、すいません、あの、本当に誰ですか。チュウエさんじゃないですか。チュウエではない。え、チュウエではない。チュウエではない。え、誰ですかってこと。マイバハチュウエだ。マイバハチュウエさん。多分あのノアにね、あのマイバッハさんっていうプロレスラーの方いらっしゃるんですけども、プロレスみんな詳しくないからピンとこないんですよ。謎の覆面レスラーマイバッハ中衛がテーマを発表。ってことはマイバッハさん、はい、今日はプロレスをやるってことですか。違うよ。違うんですか。え、プロレスやんない。今日のテーマは、はい、エビ中最強タッグ選手権だ。エビ中最強タッグ選手権。どういうことですか。最強のタッグ決めんだよ。最強のタッグ。今回のエビ中タスタスはエビ中最強タッグ選手権。4つのタッグに分かれて競い合い、最強タッグを決めてもらいます。というわけでまずは好きなタッグに分かれてもらうことに。じゃあ発表していきましょうか。前山星名タッグね。タッグです。そして安本松のタッグね。タッグ、はいはい、タッグ、はい、タッグ。そして柏木さん、はい、違うよ。何ですか。そんな意味ねえだろ、お前ら仲良し講師でくっついたってよ。はい、いつもと違うタッグでやるから意味あるんだろ。そうだろ。だから普段組まねえようなよ、二人でよ、タッグ組んでよ、最強目指そうぜ。待って、じゃあなんでやらせたんですか。というわけでマイバッハ中衛が独断で決めたタッグの発表。よし、やるタッグ発表するぞ。はい、はい、じゃあまず最初のタッグ。なんだ、決まってんじゃん。まずは真山中山タッグ。確かにあんま見たことないかも、ね、でも一緒に帰るもんね、普通に、うん、一緒に帰るだけで別にタッグ組んだから。じゃあ続いて、はい、安本柏木タッグ。おあれ結構ね、よくある。よく優勝します、この二人でね。よく優勝するってお前のタッグ組んだことねえだろ。やるぞ、タッグ。どんどん行くぞ。続いては広田松野タッグ。あるよ、あるよ。でも嬉しいな。あるよね。そして最後は、最後、はい、星野小林タッグ。はい、めっちゃここない。これないよ。いつもいつもこうやってエビ中の結束力をより高めるため、今回はあえてあまり見かけないタッグを中衛の独断と偏見で決定。このタッグで予選3試合を行い、
上位2組が決勝戦に進出。見事初代エビ中最強タッグに輝いた2人にはタスタス認定チャンピオンベルトが授与されます。それでは予選第1試合。結局注意に戻ったんですね。いや俺今日ちょっと遅れてきちゃってごめんなんですね。そうなんです、分かりました。じゃあまず予選第1試合ですね、はい、こちらです。エビ中タッグ完全一致クイズ。さあこの試合はですね、ある問題が出されまして、それについて皆さん答えていただきます。タッグパートの心を読みまして2人の答えが一致すれば10ポイント獲得という、そういったルールでございます。予選第1試合は完全一致クイズ。このクイズはタッグで答えを合わせると得点となる。いかに相手の心を読み答えを合わせるかが勝負の決め手。それでは第1問。エビ中メンバーで一番頼りになるのは。なるほど。待って迷うよ。迷う？迷う。柏木のあんな困った子久しぶりに見ました。だってさ。なんで？わかんないけどとりあえず書いてみるね。マツの書いた。早い。いいですね。ひろたがカバーってね。いいですか？じゃあいきますよ。ちょっと迷ったけど。3。いい、はい、終了。いきなり設定入れてきた。いいんだけど揺れるんだってカメラ。リングってね。そう、一番早く書いた松野の答えは、ちょっと松野の答え見てみましょうか。こちらです。はい、おお、おお、そしてなんか拾ったわ。福田です。あー、これ福田だね。とんでもなく恥ずかしい。そうですね。どんどんいきましょう。さあ柏木さんいきましょうか。はい、柏木さんお願いします。ちょっと変えたんで一回変えたけど一回変えた、多い、はい、答えを書き直したという柏木の回答は本当複雑なの。いいよ。愛か。おお、うん、すごい頼りになるけど、いろいろトータル的にって考えたら、うん、いっぱいいるんだよ、福君。うん、まあ、いいよ。でまとめると、星名より広田のが頼りになると思うね。やだまあ、全然日本語になってないんですよ。ここで安本が広田と書いていれば正解となるが、さあ、安本さんお願いします。さあ、正解。ひなたがアイアイ、アイアイさんにこう、こうよしよしよしってされてるイメージがすごい強いから、一番頼りにしてるんじゃないかと、ひなたに合わせて合わせて、見事正解。お見事。すごい、小林さすが師匠ですね。さすが。そんな安本を師と仰ぐ小林の回答は当然安本。師匠、星名はその心を見抜くことができたのか。星名、正解合ってるのか。こちらです。あー、ひろた。なるほど。これはね、カバーに合わせたつもり予定だったの。あ、いや、何でも知ってるみたいに言ってるから。言ってたんだ。なるほどね。ただやっぱ師匠の、はい、こいつなんですよ。やったー。星名的にはじゃあ安本は頼りになるかならないかっつったら、心の底では思ってるでしょ。そうだね。誘導じゃん。なんだよそれ。完全に言わされてんじゃん。そして真山中山タッグも答えが合わず不正解。続いて第2問。エビ中メンバーで一番わがままなのは誰。なるほど。わがままなメンバーで解説ください。ちょっと私普通に書く。これ難しいですね。あ、ダメだ、2人いる。最近そうでもない。前も2人か3人いるんだよね。なんなら全員の顔が浮かんだよ。じゃあ行きましょうか。前もお願いします。え、僕でも違うんだよ、ちょっと待つの。待つの。なるほど、なるほどね。なんか、わがままというか、あの、一人で何でもできないから、はい、そういう意味で、そういうところはあるのかなと。なるほどね。ちょっと待ってくださいね。隣の方は死んでますね。はい、来ましたね。よかった。隣の方、ごめん、わがままの意味はわからない。わがままの意味なんで今から言われても困りますよ。今のタイミングで。そう
ですよ。でも書いたわけですよね。中山さんオープンお願いします。あ、やばいじゃないと。あ、柏木、うん、真山中山タッグ残念不正解。さあ星名オープン。レゴちゃん一回自分の名前書いて消してね。なるほど、これはもうやっぱ小林に合わせた感じです。そうだからカホちゃん、あの自分以外だったら多分リコちゃんしかないだろうな的な。なるほどね、うん、ちゃんと考えてますね、うん、さあさすがです。小林さんお願いします。柏木さん。あー残念大外れ星名そしてひろた松のタッグはどっちに合わせたのかな。これはへー分かんないけど、うん、エビ中としてベタな感じ。ベタだろう。エビ中でベタなわがままメンバーとは一体。柏木、そして松野は柏木。おお、すごいですね、うん、じゃあ基本やっぱちょっと柏木がね、うん、わがままというイメージがね、大人に甘え上手みたいなとこあるかな。マネージャーさんにくっついてたりと、うんね、ダブルピースしちゃった。ダブル何のピース。最近めっちゃ大人になったんだ感じだからちょっと悩んだけど、うん、なるほどね。さあ残すは安本柏木タッグ。こちらはちなみにどちらに合わせたとかありますか。私は日向に合わせました。先ほどからね、分かんない合わせるんでね。きっと日向こう書く。なるほど、それじゃあ安本さんお願いします。ダメそうだけど。お柏木、おお柏木お願いします。すごい、これお見事。いやいや安本すごくね。何？安本のこのゲームの強さ何？え？何？上手なの？なんかこのゲーム上手？謙遜して書くかなと思って。なんかこう、あ、なるほどね。自分がみたいな。わがままだと。うん。書くタイプかなと思って。なるほど、そこまで読んでね。なるほどね。安本が柏木の性格を読み切り、見事2問連続正解で一歩リード。さあということでじゃあどんどん行きましょうかね。楽しい。あ、中山さん。なんて言いました。楽しくなってきました。ありがとうございます。中山の楽しいは久しぶりに聞きますよ。前あのエビ中立つと速攻で嫌いって言いました。よかったです。いい。はい。いよいよ最終問題。正解すれば3倍の30ポイントゲット。海外旅行で行きたい場所は。どこ？オッケー。海外旅行で行きたい場所。今の松野超かっこよかった。うん、私に合わせて。なぜか自信満々の松野。その訳は。今年の夏こそはハワイに行きたい松野が2着を務めさせていただきます。そう、オープニングトークで松野はハワイに行きたいと宣言していたのだ。これはね。これはあの無難に行く、うん、無難の方がでも当たる。オッケー、分かった分かった分かった。行きたい理由までかほちゃんがもやってもう一つ分かったやつ。はい、じゃあ書きましたね、はい、じゃあもうね松野さんが私に合わせてってね言いましたから松野ひろたタッグから行きましょう。もう、はい、そこで2人一斉に行きましょう。せーのお願いします。ハワイ、ハワイ正解。やばい、まあ、これはね松野言ってますからね、ずっとハワイ行きたいってね、うん、星名小林タッグもハワイで一致、見事正解。続いて先ほど行きたい理由まで分かると言っていた真山中山タッグの答えは。これはどっちに合わせました。リコちゃん。あ、中山に合わせたと、うん、ほうほうほう。じゃあ見てもこれもせーのでいきましょう、ね、はい、せーの。カナダ、カナダ正解。オーロラ、オーロラ見たい。本当は書いてある。わ、本当だ。なんか常々言ってたんですか。うん、ちょっと前までは結構言ってたけど、ね、もう叶わないかなまだ諦めんなよ中山の年で諦めたら俺らどうやって生きてきゃいいんだよ。切ない気持ちにさせないでくれよまだチャンスあるからね。頑張ります、うん、ね、頑張ってね。諦めない。はい、諦めない。ここまで2問連続正解、お互いの心がバッチリ読めている安本柏木タッグの答えは。それじゃあ2人一斉にオープン。さあ、ハワイ、グアム、残念。惜しいな。残念。いや
やっとさなんか日向、みんながハワイ行きたいっていう話にあんま入ってこないイメージあったんで、無難って言ったらグアムかハワイじゃないですか。グアムかなんか私はニューヨークに行きたいの。全然バラバラです全然合わない。無難に行ったよ。最後の最後で全く心を読めなかった安本柏木タッグは最終問題の30ポイントを逃し一気に最下位に転落。この後リング上でさらに熱いバトルが。第2試合のゴングが打ち鳴らされる。予選第2試合はタッグで協力スピード救出マッチ。この対決はタッグの一方は目隠し、もう一方は手錠をした状態でリングのコーナーにスタンバイ。目隠しをしたメンバーが5回その場で回転し、手錠をしたメンバーの誘導に従いタッグパートナーの元へ。目隠しと手錠を外し2人で5回連続縄跳びができるまでのタイムを競います。1位になれば40ポイント。絆の強さを見せるのはどのタッグか。まずは真山中山タッグ VS 安本柏木タッグ。さあというわけで準備できましたね、目隠ししてもらいましたね。あなたは真山さんでよろしいんですよね。はい、よろしくお願いします。そして安本さん、早く目隠しつけてください。つけてないの？つけてますよ。あ、つけてるんですね、それ、はい、あまりにもお似合いなんで。似合いすぎて。すいませんでした。すいません。さあ、それではですね、5回、今からですね、回転してもらいます。松野タッグ VS 星名小林タッグ。はい、準備できましたね。はい、星名さん怒ってます？逆なの。ふざけんなよ、怖い。超キレてますね、星名さんね。ふざけんな。落ち着いてくださいね。はい、そして松野さん今日ギンギンっすね。そうか、ギンギンですね。そうだね、今1回目のポーズ絶対違った。そうですね。ギンギンって言われたからあれこっちかなと思っちゃう。なるほどね。目がもうギンギンですけどね。はい、はい、ということで準備完了ということで、はい、行きましょうか。はい、せーの、1、2、3、4、5。さあ行きますよ、よーいスタート。
初の縄跳びできない。ダウン。ここまで。タイムアップ。広田松のタッグ一生終わらなそうなのでここで強制終了。ということで結果発表。いやーね、広田さん松野さん楽しみですね、結果がね。多分1位だと思う。ですね。はい、黙らっしゃい。はい、ということでね。時間切れとなってしまった広田松野タッグは当然4位。果たして1位は？これね難しかったですね。うん、ということでじゃあ3位いきたいと思います。3位は安本柏木タッグ。53秒12でした。はい、じゃあ2位いきます。真山中山タッグ52秒56。ちなみにさっきの3位のタイムは、3位は53秒12ですから1秒ぐらいですね。1秒ちょっとね、惜しかった。そして1位は星名小林タッグ、おめでとうございます。ダントツですよ、35秒75。予選2試合を終えて得点はご覧の通り。安本柏木タッグ巻き返しなるか。チャンピオンベルトはどのタッグに。続きは次週。エビ中ゲームクエスト。去年4月からスタートしたエビ中ゲームプロジェクト、今夜衝撃の大発表が。ゼロ。行ってみよう。あ、何？今日は何かな？手紙。エビ中のゲームがついに完成したよ。え？そうなの？そうなの？やっとやった！エビ中のメンバーも開発に参加してきたゲームプロジェクトだが。ついにゲームが完成した。その全貌が明らかに。まずはゲームのタイトル画面を公開いたします。出撃地勢美子中学武装風紀委員会。え、かわいい。ほら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 、え、すごい。やばい、やばい。あ、曲スーパーユー。はい、ここがホーム画面となります。このゲームの肝となる引っ張りゲームを遊んでいきたいと思います。大事大事。クエストがたくさんあるので、いろいろとこう選んでいけるんですけども、ここに助っ人という画面が出ます。これはですね、例えばですね、真山さんが遊んでいただいて、広田さんとフレンドになってもらえると、ここに広田さんのキャラクターが出てくるので。このゲームは8人のエビ中メンバーから自由に4人をセレクトしてプレイ。自分で選んだ4人と助っ人を操り、引っ張りアクションゲームをプレイする。以前見ていただいた時とちょっと変わっておりまして、はい、いろんな形の球とか、こういった感じで上に。すごい、すごい。あ、タイミングってことか。はい、この真ん中にうまく当てると。むずっ。と、おお、え、すごい、すごい。ちょっと下手なので外してしまいました。倒した。よかった、よかった。というゲームの流れになっております。すごい、すごい。次回ゲーム情報をさらに解禁。速報、エビ中のゲームがいよいよリリース間近。現在一般ユーザーに向けて事前登録受付中。事前登録者数に応じてもらえるアイテムの数が変化。詳しくはスターダストチャンネルで検索。次回、ますます白熱するエビ中最強タッグ選手権。腹筋抜群、肌が白い。謎のバトルを勝ち抜き、エビ中一の絆を見せるのはどのタッグなのか。いよいよエビ中初代最強タッグが決定。お楽しみに。4人、みんななんかシンクロ。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。これはねダメですよね。